松山市大海道2丁目のコーヒー&ギャラリー花壇で畠山綾乃さんの個展「ぶどうも龍も描いてみた」が開かれています。松山市在住の画家畠山綾乃さんは京都市出身で、テキスタイルデザインの制作や美術講師を務めるなどしていました。結婚・出産を機に制作活動をお休みしていましたが、子育てが落ち着いたことをきっかけに再び絵筆を持ち、今回初めての個展を開くことになりました。会場には3年間で制作した畠山さんの好きなもの、身近にあるものをモチーフにした作品33点が展示されています。まずは描くのが楽しくって、もう見たもの見たもの描いてみたい、その気持ちを込めてまず描きました。初め展示するときには、もっと明るいピンクの桜を展示したいなと思ってたんですが、コロナの時期があり、自分の中でこの明るい桜がすごく自分の気持ちとマッチしなかったんです。で、何か希望が欲しいなと思って、そこにまず希望の旗を入れて、でもなんかもっと日が欲しいと思って、周りを暗くしてより光を照らして、希望とそれから救いと光と、そういうのを描きたいなと思って描きました。ちょうど娘がおりまして、高校3年生の時に描いたんですが、彼女が進学で上京するということで、本人に対してエールを送るつもりで初めは描きました。上の方は母と子がくっついて、小さい頃そういう時代やったけども、これから先はあなたは親元を離れて、いろんな困難があるかもしれないけど、それを乗り越えて、もう竜にまたがったぐらいの勢いで光とか希望に向かって進みなさいよっていう気持ちを込めて描きました。今までは、絵を描くことで自分がすごく救われたし、自分が元気をもらってたんですけれども、今度はその次の先として、自分の描いた絵で誰かを元気にしたいな、見た人が何か救われたりホッとするような作品を描いていきたいなというのが夢です。これから頑張っていきます。畠山さんの心情を表現した作品たちをご覧になってみてはいかがでしょうか。この作品展は6月30日までコーヒー&ギャラリー花壇で開かれています。